こんにちは、のりたろうです。今回はエクストリームアンティークコイン解析の第3弾ということで、ハンガリーのフランツヨーゼフ10コロナ金貨というのをご紹介したいと思います。フランツヨーゼフについてはオーストリアのコインとハンガリーのコインの両方ありますが、これは1867年にハプスブルク帝国というのがありまして、それをオーストリア帝国領とハンガリー王国領に分割して二重帝国としたことによります。なのでフランツヨーゼフはオーストリア皇帝とハンガリー国王を兼任していた人物になります。で、今回はそのハンガリー側のコインで、しかも10コロナということで、まあ、100コロナっていうのが大きくてですね、有名なんですけど、その小さいコインで10コロナという、まあ、極めてマイナーなコインのご紹介になります。で、今回はこのようなマイナーなコインがどのような値上がりをしているかっていうのを見ていきたいと思います。重さは 3.39g と非常に小さいです。で、発行年度が1812年から1915年まで毎年発行されています。で、発行枚数、まあ、一例ですけど、1894年のものは98万6千枚で、1900年のものは22万8千枚ということで、非常に発行枚数も多いものになります。ただし、鑑定枚数がですね、極めて少なくてですね、1894年、98万枚ありましたが、 PCGS では5枚、 NGC では24枚ということで、まあまあ、あまり鑑定するような価値があると思っている人が少ないコインなのかなという感じです。で、1900年についても PCGS では3枚、NGC では5枚ということで、非常に鑑定枚数が少ないです。なので、ちょっとその後値動き見ていきますけど、ある年度で絞っても全然履歴が出てきません。なので今回は、ちょっといろんな年度が入り混じったものになりますが、発行枚数と鑑定枚数大体同じようなものなので、非常に発行枚数が多くて、まあ、鑑定枚数がちょっと少ないというようなコインということで、まあ、そのようなコインだということで、見ていただければと思います。では早速値動きの方を見ていきたいと思います。で、2021年のこちらのコインが出てきたのが非常に少なくてですね、1個しか見つかりませんでした。で、 MS の62で、1912年発行のものが310ユーロで取引されていました。まあ、これに、いつものようにですね、 1.4 倍、手数料、バイアーズフィーとか、あと送料、振り込みなどの手数料を入れるとだいたい 1.4 倍ぐらいになるので、かける 1.4 して、それに、まあ、ユーロですね、131円、今の相場のをかけますとだいたい 56,854 円ということで、まあ、意外とお手軽に買えるコインになります。で、こちらの過去の履歴をずっと見ていきましょう。2018年は MS63、 1900年のものが180ドルで 24,150 円で、続いて AU58 のものが156ドルと144ドルありまして、で、こちらが平均で 25,125 円で、 AU53 が1894年発行のものが144ドルということで 19,320 円という値段になっていました。で、その後続きますけど、2017年には MS の62プルフライクっていうのが出てまして、1908年のもので188ドルで 25,223 円で、2015年については MS64、 1894年のものが235ドル、 31,529 円で、 MS63、 1903年のものが258ドル、 34,682 円と。で、ちょっと疲れてきた頃かと思いますが、2014年いきますと MS63、 1910年のものが199ドル、
26,699円、 AU55 1894年のものが146ドル、19,588円と。で、2012年に行くと、MS62 1912年っていうのがありまして、これがですね、やっと2021年の時に同じグレード、同じ年のものが出てきています。で、2012年の時はいくらだったかと言いますと 218.5 ドル、29,315 円ということで、こちらと2021年のもので、値上がり率の計算ができると。もう非常に、オークションに出てくるのが稀なコインっていうことになります。で、ついでに2011年まで遡ると MS61 1892年のものが184ドルということで 24,686 円ということで、だいたいですね、3万円、いいものでも3万円ちょっとという取引が2018年までずっと続いていて、2021年の取引で少し急に高くなったというようなコインかなと思います。で、上昇率でいうと MS62 で、計算しますと 56,854 円を 29,315 円で割って、9年間ありましたので9年で割る、で 100% にすると 21.54% パー年ということで、まあ年間 21% ぐらい上がるですけど、まあ2021年になって急に、まあ、やっぱりフランツヨゼフの、まあ、百コロナですね、運上の女神が非常に人気になっているので、それで少し上がったコインなのかなというところです。なので相場は今どうでしょう、3万4万ぐらいなのかな、5万6000円っていうのは少し上がってますけど、今後どうなるかなって、なかなか読めないコインのになるかなと思います。ということで、まあこういうマイナーなコイン、非常に出てこないものでもですね、まあしっかり値上がりはするんですけど、まあ、見ていただくとガクンと下がることもないので、資産保全っていう意味では、非常にいいコインじゃないかなと思います。ただこれを高値で捕まされると大変なことになりますので、相場をしっかり調べて買われるといいかと思います。それでは今回は以上になります。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。